日本水仙のつぼみが出てきました。今年は北風が強く根が凍結してしまい、根がうまく成長せず、葉や茎、つぼみがうまく成長しませんでした。根がうまく成長しないとこんな風につぼみがうまく伸びません。葉もちゃんと成長しません。やはり根から水をたくさん吸い取って、葉や茎、つぼみが大きく成長するようです。ここまで凍結の被害が出るのはちょっと初めてで驚いています。例年ならもっときれいに今頃咲いているのですが、ちょっと残念ですね。寒さに強いと言っても根を絶対に凍らしてはいけないようです。はい、以上です。